G 先輩です。ノクタン。G 子だよ、ノクタン。第3ステージの貪欲を、進めていきますね。ガスマン。本当にあった事件ですよね。ちょやめて。それを題材にした映画もありました。やめてってば、怖い。そういうの苦手でしたか。ごめんなさい。ってあれ、エレベーターは動かないのか。雷にだけは強かった。どっちに行こうかなー。こっちはやっぱり動かないか。向こうに行くしかないですね。時にビビって逃げたのね。こうが出れば楽勝です。ダメージ低い。この耐性があるね。よ、足ですか。しかも場所が嫌ね。男性トイレですね。見慣れないから新鮮。あ、そうか。とするとこちらは女性トイレですね。そうっぽいね。結構強い。弱点がないからしょうがないね。怖い。敵が厳しいです。うお、ふう、いや、今のはびっくりしたね。油断してました。最後の回復使っておきますか。せっかく買ったのに終わっちゃったね。しょうがないです。もう怖い。電撃はこちらまでは来ないですね。お、上に何かある。リングの破片ね。いけるのかな。あ、こっちに道があった。お、あれはスキルかな。おお、壁のスキルですね。もしや、壁で飛べるとか。高いところに登れる。あ、意味なさそう。ただの攻撃っぽいね。やっぱりいけないか。どうやって取るのこれ。スライディングみたいにしなきゃね。そういうスキルでもあるのでしょうか。これはまた嫌な配置に。
落ち着いて凍らせていけばよさそう。何これ、あ、ショップだったのか。自動販売機だね。このタイミングで助かったわね。ありがたいです。ただ、地返しの玉が買えない。それは残念すぎるわ。少し貯めてきますか。おお、エレベーターが動いた。これで行ける場所が増えそうね。いろいろあります。あ、1の方ですか。8日前には分かってたのね。別に命令されて暴れてるのではなかったのか。その点は安心しました。でも、これで精神が崩壊したのは間違いなさそうだね。そういうことですね。J 君と何か関係がありそうですね。まあ、いずれ明らかになるでしょ。とりあえず今はストーリーを追いましょうか。どれくらいお金が入るのかな。え、たったの20。それじゃなかなか貯められないね。1500貯めるのも大変です。どうしよう。早い。エスカレーターも動いたのね。そういうことか。動いてて狙いづらい。そうか、エスカレーターが動いてるからしゃがんでれば取れたのね。そういうことです。HB のメイドさんを思い出します。掃除機だけでしょ。これだっけ。やっぱりそうだったか。悲鳴がまた怖いのよね。エスカレーターが逆に邪魔になってます。うお、2匹動いちゃった。そう、石化されるのは困るね。ダメージも大きいです。回復アイテムもないし、復活も無理。無事に帰れるんでしょうか。とりあえずセーブまでは帰りたい。そうね。あれ、下に部屋がありそう。この下だよな。セーブ部屋かしら。全然ないもんね。それなら助かるんですが。どこ？あ、下にあった。あ、売り二つ。敵じゃないですよね。後ろにアイテムがあるしね。そもそも隠し部屋でしたからね。ボタンはわかるでしょ。目の前にいるんだから。そうですよね。わからないとすれば、見ている私たちです。こちらの代弁だったのね。そういうことでしょう。優しい。さあ、進めます。セーブまで戻って終わりかな。無事に戻れればいいけどね。帰り道が険しすぎます。
こいつら強いし。落ち着いて凍らせれば大丈夫ね。タイミングが合えば良さげです。危なかった。食らったらやばかったね。よし。少しも気が抜けません。ここに来て足場が不安定。レベルアップで回復してくれればいいのに。そんなに甘くないのよ。ふう、まだでしょうか。あ、この上だ。助かったー。さて、今回はこれで終わりにします。ち、無事だったか。何か言いました？別に。何か言われたような気もしますが。気にしなくていいよ。そうですか。それじゃ、ノクターン。また次回をお楽しみにね、ノクターン。